現役ドラフト、楽天のせいでめちゃくちゃになりそう、わらわらわら。楽天がパワハラの地雷仕込んで失火する可能性がある。下手したら二人とも地雷埋め込んでくる可能性もある。良い選手出さないと楽天の選手を指名させられる可能性がある。ロシアンルーレットみたいになってきた模様。巨人にトレードで送りつけた柿沢の前科あるからな、楽天は。楽天の選手受け入れるの怖すぎて草。柿沢の再来あるやろこれ。なんでこいつみたいなの出てきたら疑われるやろうね。良い選手出しすぎるとソフトバンク大竹みたいなことになるしな。良い選手出した気なんてないんだよ、あいつらの見る目のなさでわかるだろ。広島が中村翔成と松本優也の見えてる地雷コンビで対抗するぞ。こっちも最悪で草。ええ加減にせよほんま。どう考えてもこいつもらっていいんすかみたいな有望株が出てたら怪しいよな。ソフトバンク大竹みたいに目利き誤って放出しちゃった可能性もあるから、そうなるとスルーしたら損よな。これクソ難易度高くねえか。もうおとなしくスルーが安泰やろな。で、結局みんなそうするから、良い選手出さないと楽天の選手が回ってくるという地獄。完全にババ抜きやんけ草。ああそうか、わざわざ今回の安楽アンケートで公表しなくても現役ドラフトで一人は確実に処理できるのか。立ち悪すぎて草。これわかってるから全員公表しなさそうだよな楽天。絶対楽天はやってくるよな。だって言い方悪くすれば他球団を内部から破壊する機会やし。もはや現役ドラフトの趣旨変わってきてて草。ゲンドラなくてもトレードで送ってきた前科がすでにあるんだよな。広島と楽天でやり取りしてくれよ。最低1年間のクーリングオフが必要やろこれ。まあ巨人は気にしなそう。柿沢まで遡らなくても去年のお声がすでにヤクザ絡みの不祥事起こしたやろ。獅子がもう本来のものとはかけ離れ始めてるやんけ。ちょっとしたデスゲーム感あって面白いよな。楽天で問題児って今おるか？もう全部出し切ったんちゃうの？それがわからんから怖いいう話や。それがわから苦労しないってすれやぞ。わからん。広島中村翔成松本優也楽天パワハラパワハラ、こうなったら他10球団は手出さないからセクハラとパワハラのトレードが確定する。去年のお声もほぼそうだったからな。楽天在籍期間に例のヤバい飲み会参加矢印、巨人と現役ドラフト移籍で契約矢印、週刊誌に例のヤバい飲み会がすっぱ抜かれる矢印、巨人がお声の対応に追われる。ああそういえばそうだったな。もう楽天真っ黒で草。前科あって草絶対やってくるやんけ。次元爆弾やめろ。安楽も松原とのシーズン中トレード話が出てたんだろ。悪質すぎる柿沢が追い目ではなく成功体験になってる。それは腹のせいやろ。なんでも楽天のせいにしたらダメだろ。お声のヤバい飲み会ってなんや？反社グループ主催の飲み会。柿沢の件もあったし、今回も巨人が楽天の選手を取ればウィンウィンじゃないかな。でもやん、その飲み会でお声が初めてジャイアンツってサインするわらみたいな発言してたんやから、ゲンドラ語や、ババ抜きみたいで草。